大久保隆史は、日本の政治家、国会議員秘書、衆議院議員公設第一秘書、釜石市議会議員などを歴任した、岩手県釜石市出身。岩手県立釜石南高等学校卒業後、地元の住宅会社に勤める。30歳の時、釜石市議会議員に初当選。1999年4月、釜石市長選に、自民、 自由両党推薦の無所属で出馬するが、小野真一に敗れ落選する。同年11月、自由党党首だった小沢の秘書になった。当初は施設秘書だったが、当格を表し、資金管理を担当するようになる。2009年3月3日、西松建設事件に絡み政治資金規制法違反で、東京地検特捜部に逮捕された。 起訴後の5月26日に保釈される。2010年1月16日、小沢一郎の資金管理団体、陸産会の土地購入経緯をめぐる、陸産会事件で政治資金規制法違反容疑で東京地検特捜部に民主党国会議員である石川智博と共に逮捕2月4日に起訴された。2月5日に保釈される。3月に公設秘書を辞職した。 東京地方検察庁が西松建設事件の起訴内容に陸産会事件を加える蘇因変更を申請したがこれに対して弁護側は蘇因変更は違法と主張6月16日に最高裁判所は蘇因変更を認めた2011年2月7日に行われた第1回公判の冒頭陳述で大久保は世田谷区の不動産購入をめぐる虚偽記載及び 小沢自身の関与、水谷建設からの闇献金術の疑惑を全面的に否定した。一方、3月1日に行われた西松事件に対する被告人質問では、これまで否定していた西松への口利きを事実上認めている。さらに、翌3月2日の公共事業に関する被告人質問では、過去に鹿島建設に対する働きかけを行った事実を、 認めている。3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生して、居住地の釜石市で被災者生活をしているために3月23日及び25日の出廷が困難であることを理由に3月18日に石川智博らと審理を切り離し一時的に分離公判となった。また四月十七日に行われた同事件の第十回公判では 水谷建設の河村直、前社長が承認として指定。河村前社長は、伊沢ダム受注の見返りとして、大久保から2004年9月に要請を受け、2004年10月15日に、全日空ホテルで、石川に5000万円、2005年4月にも、同ホテルで、大久保に5000万円、合計1億円の闇献金を行ったと証言した。 同裁判は同年7月20日に東京地検による論告休刑が行われ、この中で地検側は政治資金規正法違反により大久保に禁錮3年半を休刑した。2011年9月26日、東京地裁は陸産会事件について2007年の7000万円の架空記載の事案について秘書との共謀に合理的な疑いが残るとして、 無罪としたが、それ以外の陸産会事件と西松建設事件で有罪とし、金庫3年執行猶予5年を言い渡し、2事件で21億3500万円の政治収支報告書の虚偽記載をしたと認定した。2013年3月13日、東京高裁で、金庫3年執行猶予5年の判決が下され、同27日に上告を断念し、判決が確定。 2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震が発生した際には、釜石港近くの松原町に留まり被災した住民への支援を行っていたという。写真週刊誌、フォーカスには、その時の大久保の様子を撮影した写真が掲載されている。ありがとうございます。